皆さんこんにちは。 NCK のアスカです。エマです。イリシーです。アカネです。お願いします。今日はドラッグストアで1万円分購入しました。イエーイ。ということで、ドラッグストアで気になるけどまだ買ったことのなかったものとかをみんなそれぞれ2500円分ぐらい購入したので、そちらを順番に紹介していきたいと思います。それではゴー。はい、まず私がドラコスで気になるアイテム購入したのが4点。じゃーん。なんか4人で1万円やから2500円ずつぐらい買おうって言ってて、そうみんなでね行ったんですけど、まずはそう一番ちょっと気になった、じゃーん、ザ・セムのコンシーラーなんですけど、もともとずっとザ・セムのね普通のコンシーラーを使ってて、それが新しいものが発売されてて、すごっ。こっちがスティックタイプとリキッドタイプで、こうやって、あ、すごい、こんな感じで 2way で使えるもので、私は一番明るい色にしてみたんですけど、え、すごい、え、結構カバー力すごいです。ちょっとマットっぽく仕上がりそうな感じなんですけど、え、良さそうです。 2way で使えるのでこれから使っていこうと思います。で、もう一個リップも購入したんですけど、ちょっとブランド名はこちら、なんかいっぱいバーってティントのリップが並んでて、一番なんか可愛いと思って、この色がなんか絶妙なカラーで、あ、可愛いかも。ちょっと今ね撮影のために濃いリップ塗っちゃってるんですけど、こんな感じ、ちょっとコーラルっぽい感じでつけやすそう、ちょっと香りがついてるタイプのティントになってます。で、次が鹿のパックを買いました。じゃーん。これはなんかお肌をこうトーンアップしてくれるものらしくて、鹿のねパックって本当に私も普段愛用してるんですけど、このタイプはちょっと見たことなくて使ったことがなかったので気になって購入してみました。で、もう一個がマスクを買いました。結構薬局でなんかマスクがいっぱいあって、なんか白いマスク欲しいなと思って、じゃーん、こんな感じで紐がグレーに、薄いグレーになってます。つけてみると、この形めっちゃ好きなんですよね。めっちゃフィットする、こんな感じです。どうですか。普段ベージュ系のマスクが多かったんですけど、白もいいなと思って購入してみました。以上、私が購入したドラコスのアイテムでした。それでは次は私の番です。私はさっきのアスカさんが紹介してくださったやつと、パックとこのキャンメイクのローライトを購入してみました。アスカさんが紹介してくださったザ・セムと同じ商品を私も気になって購入してたんですけど、塗ってみたいと思います。この硬い方で隠れるのかどうか、ここ今シミがあると思うんですけど、ここをカバーしていきたいと思います。お、隠れました。ちょっと薄く塗ってるんですけど、もう使えそうです。めちゃくちゃめっちゃいいですね。もう一つがキャンメイクのシェーディングパウダーを購入してみました。値段も680円で安かったので、ちょっと気になって購入してみました。今まではなんか眉毛のパウダーと一緒にこの鼻のとことかやってたんですけど、あかねちゃんが前メイクしてくれた時にローライト用のパウダーを使ってるって言ってたので買ってみました。なんかブラシがちゃんと細いやつです。めっちゃやりやすそうです。色味が05番のイエローベースの方におすすめのカラーにしてみました。なんか塗りやすそうな細い筆で、こうめっちゃやりやすいです。いつもなんか細い筆でチュチュチュってやってたんですけど、これならもうシュッてできそうです。良さそうです。次が
このマスクを買ってみました。韓国のお土産でアスカさんがこのギュッて小顔になるマスクのパックをいただいて、薬局でも同じ感じの雰囲気のパックがあったので購入してみました。今は使えないんでどんな感じかは分かんないんですけど、また YouTube とかで薬局の紹介とかがあればレビューを言ってみたいと思います。こんな感じです。それでは次の方へゴー。はい、次に私が気になったドラッグストアのアイテムをレビューしていこうと思います。一番気になったやつが1600円ぐらいしちゃって、まあ、あとなんかちょっとおまけみたいになっちゃってるんですけど、そのお目当てのものがじゃーん、メイビリンのスカイハイのマスカラ。もう超大バズりしてたこのマスカラがもう絶対に使ってみたいと思って気になってたので、あのこれを機に購入してみました。開けてみました。おーすごい、こんな感じ。パッケージはピンクです。でちょっと今もうマスカラを使っちゃってるんですけど、うわすごい、ブラシがすごいコームっていうのかな、こんな感じで、うわ初めて見る感じのコームで、まつげをキャッチしやすそう、なんか目元からグッと上げれそうな感じです。すごっ。ここに載ってるんですけど、ウォータープルーフなんでめっちゃいいですよね。ブラックなんですけど、うわ薄めなのや、こんな感じです。すごい、ほんまにこうこうやってやっただけでわかる、コームがめっちゃしっかりしてます。こんな感じで使ってみた感想とかまた言おうかなと思ってるんですけど、ちょっとなんかこう肌でシュシュってやってみた感じめっちゃ良さそうなんで、バズってる理由が分かってきました。これがちょっと1600円700円ぐらいで、あとはもうちょっとほんまに予算が少なかったんで、私よくお風呂が好きなんで、じゃんバスボーム系を気になったのを買ってみました。半身浴とかしたら汗めっちゃかいて、むくみとかがすっきりするからよく半身浴してるんですけど、ゲルマバスめっちゃすごいなと思ってここに書いてるんですけど、20分お風呂に浸かったら2時間の運動量になっちゃうよみたいなやつ。毎日有酸素運動ができないあなたにバスタイムでどんどん汗を出せ、絞り出せって書いてる。すごいスパルタ、これが気になりました。とこの水素のやつ、なんかアスカさんがどこかの動画で水素はいいよって言ってたのでちょっと気になって購入してみました。楽天で第1位らしいです。めっちゃ良さそうです。また使ってみようと思います。私の本命はこれなので、皆さんよかったら見かけたら、完売とかしてないと思うんですけど手に入ると思うので、よかったら使ってみてください。それでは最後の人にゴー。最後が私の購入したものを3点紹介していきたいと思います。私はまずこの3つを購入しました。じゃーん。でまずこちらから紹介していきたいと思います。プレミアムトリートメントマスクで、もうこれ一つで化粧水、乳液、クリーム、美容液がもうできちゃうらしいです。なので洗顔の後にこのパックするだけでもうそのままオールインワンっていう感じですね。私の姉がおすすめしてて、これファミューぐらいめっちゃいいでみたいな言われてたのを思い出して、これを機にこちらを買ってみました。使うのがすごい楽しみなんですけど、こんな感じですね。3枚入りになってます。でこちら効果が水光透明肌になれそうです。なので透明感のある肌になれるんかなと思って楽しみです。で次がこちらです。こちらの酒ぬかの洗顔フォームになるんですけど、アットコスメの口コミの方を見てみると評価もめっちゃ良くて、なので使うのがすごく楽しみです。ちょっと出してみますね。おーすごい新感覚、ちょっと後で流してみたいと思います。匂いがすごいお酒甘酒っぽい匂いがします。であと最後がこちら、じゃーん、白肌風呂
ていうので重曹で重曹が入ってるやつらしいんですけど、古い角質を柔らかくする効果もあってお肌がしっとりスベスベになるって書いてて気になったので購入してみました。一旦これを流してきてみますね。はい、流してきました。すごいもう1回でもちもちです。すごいなんか弾力がある感じに感じます。はい、ということで皆さんぜひ気になったらぜひ購入してみてください。ということでエンディングにゴー。はい、ということで4人のドラッグストアの購入品の紹介が終わりました。イエーイ。1万円ですごいこんなにいっぱい購入できるのは楽しいし、すごい爆買いしてる気分になるのですごくおすすめです。これ使ったことあるよとか、これ使ってみてほしいとか何かあればぜひコメントにお願いします。ということで、こちらの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、ブラ天才お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。